稲荷塚古墳は東京都魂百草にある古墳時代後期の古墳、東京都指定文化財に指定されている。江戸時代は稲荷塚古墳の東側に私福院という寺院があったが、明治初年に神仏分離令などの廃仏希釈により、墳球場に小石稲荷神社という稲荷神社が建てられた。その際に古墳上部が著しく作品され、天井石も ほとんど取り去られて遺跡とその周囲はかなり改変を受けた。石室も洞窟され遺物なども持ち去られたと伝えられる。1952年11月、玉市立玉中学校の教諭が中心となり、東京国立博物館の議官も加わって発掘調査が行われた。作業には玉中学校の生徒も参加した。当時は石室の天井石は露出していたが、 紛糾や石質が依存していることと調査により、石室の構造が解明され、銅針複質構造であることが判明したため、翌1953年に東京都指定文化財に指定された。1950年代の調査以来、円紛とみなされてきたが、1980年代から1990年代前半にかけて行われた再調査の結果、 従来は東日本では確認されていなかった八角墳であることが判明した。築造時期は7世紀前半と推測されている。石室はすでに洞窟されていたため被装者は不明である。石室は以前は公開されていたが、現在は石室の保護のため埋め戻されており、色違いのブロックなどで石室の位置や形、大きさがわかるようにしてある。 都内の7世紀代の古墳としては、おなじみ南玉地区の八王子市にある北親古墳に次ぐ大きさである。北親古墳は、稲荷塚古墳周辺の古墳群とは距離が離れており、相互の関連性は不明ではあるが、石室の構造や築造時期など共通点が多い。多摩センター駅近くにあるパルテノン摩の歴史ミュージアムでは、パネルでの稲荷塚古墳の紹介以外に、 稲荷塚古墳の石室の復元模型や切り取った石室の床の一部などを展示している。稲荷塚古墳の全長は38メートルで周囲には幅2メートルの周行がある。墳球の全長は34メートルで二段構造になっている。高さは4メートルほどあったと思われるが、小池稲荷神社を建てる際に二段目が削られ、現在は半分ほどになっている。石室の全長は 約7.7メートルで、沿道部、全室、原室の3室からなる横穴式石室である。石室は、業海岸の霧石を組み合わせて積み上げられた構造で、原室の奥壁には高さ1.6メートル、幅1.2メートルの一枚石が使用され、原室と全室の間には高さ1.7メートルの門中石など巨大な石が使用されている。前室と室の壁は、 シャミセンなどのようにカーブしており、銅針複質構造と呼ばれる、精巧な技術で作られており、古墳の構造から、朝鮮半島からのトライ人の技術によって、築造されたと推定されている。石室の床には、ベンガラと呼ばれる赤色の子が巻かれており、その上に円滴と呼ばれる握り拳ほどの石が、敷石として散りばめてある。八角墳は、かつて、 7世紀中頃以降の天皇陵の形式と考えられていたが、東日本では、稲荷塚古墳の確認に続き、群馬県藤岡市の伊勢塚古墳、群馬県吉岡町の水戸屋古墳、山梨県笛吹市の京塚古墳と確認が続いた、ため、八角墳に対する見方を変えることとなった。日本全国でおよそ15万基作られた古墳のうち、八角墳は15例ほどしかない。 日本初期には、安官天皇元年、武蔵国の国の宮津子である、笠原忠臣の地位を奪うため、南武蔵の商社は、上み付けの国の子熊の力を借りて、笠原忠臣を殺害しようとした。しかし笠原忠臣は、山戸朝廷と結び小犬を破った。この結果、笠原忠臣は、山戸朝廷から、武蔵国造家であることを認知され、その際、笠原忠臣は、 横手、立花、多表、曹操の四箇所を三宅として建上したという記述がある。この中の多高三宅を現在の東京都多摩地域とする見解がある。多摩川の南側にあたる大栗川両岸には和田古墳群と呼ばれる古墳群がある。大栗川の東側には稲荷塚古墳のほか臼井塚古墳、甲信塚古墳、塚原古墳群があり。 大栗川の西側には中和殿横穴墓群、日野市万蔵院大古墳群がある。ほとんどが古墳時代後期にあたる6世紀中頃から7世紀中頃を中心に築造された古墳である。古墳以外に古墳時代の住居跡や土器なども多数出土している。都内でも有数の古墳群の一つであるが、その古墳のほとんどは墳丘が作閉され、 墳球が確認できる古墳は少数となっている。周辺は、未調査の区域も多く、今後古墳の数が増える、可能性は高い。京王線成績桜川丘駅より、京王バス乗車いずれも、落ち川停留所下車、徒歩7分。ありがとうございます。